タリンテレビ塔はエストニアの首都タリンにあるデレビ塔。テレビ塔だが展望台がある。1980年のモスクワオリンピックで行われるレガッタのイベントに向け、より良質の電信サービスを提供する目的で建設された塔はタリン中心部から北東に 6km の場所にある地区ピリタ近郊に位置する。建物は エストニアの企業レビラにより管理され、世界大タワー連盟に加盟されている。当は建築家のデイビッド・バジラ・ゼ・ジュリ・シニスによりデザインされた。組織は1975年9月30日に敷かれ、建物は1980年7月11日に落成式を迎えた。地域のガイドブックでは、晴れの日に見られるそのタリン全体とフィンランド湾及び フィンランドの壮観な展望を宣伝している。これは1980年代のソビエト連邦風に描かれているほか、展望台のある木材橋にはレストランも入居している。また、1991年のソ連8月クーデターで開けられた銃弾の穴が現在も塔の基部で見ることができる。円形より塔の具体的な高さは314メートルであるが、一部の原点では 高さ312.6メートルと述べられている。場合がある。塔の本体は50センチメートルある。鉄筋コンクリートで周囲を覆われており、それらの重量は1万7000メートルトンに上るほか、総重量はおよそ2万トンに及ぶとされている。塔の建設中に火事が起きたが何とか難を逃れた。21階にあり、最初は巡回部がデザインされていた。 展望台は地上170メートルの高さに位置し、直径が38メートルある。展望台は一般の観光客に開放されており、稀に使用されるコンクリートと金属製の階段を除いては2つのエレベーターで登ることができる。この塔と同様の建築物であるリトアニアのビリニュステレビ塔は地上165メートルの場所に巡回が可能な展望台を有している。 1991年には、エストニアの独立回復で自由なメディアを保護したために、少数のラジオ通信士の命が危険にさらされるという、広く知られた話がある。彼らはエレベーターが動かなくなるよう、エレベーターのドアと枠の間にマッチ箱を置いたため、塔に押し寄せたソビエト連邦軍将兵全員がおよそ1000段、ある塔の階段を上る羽目になった。また、通信士たちは、 酸素除去による消化システムを自由に使用できる立場にあった。しかし、そうしたシステムを本当に使用するつもりだったのか、あるいはただの脅しだったのかは知られていない。この話はエストニアでよく知られた話となり、映画1991の一部でも取り上げられている。当の一覧、ありがとうございます。